じゃあ今日のアイスの紹介をします。今日のアイスはこちら、じゃあクリシの、メロンソーダフロート味ですね。はい、飲むアイスということで、私は小学校ぐらいの時に普通のバニラのやつが出て、なんかすごくハマった覚えがあります。はい、氷点下へゴー。どんなもんか、どんなもんか久しぶりに飲みますね。楽しみです。飲んでみようと思います。どうかな、いい感じの硬さがどうかっていうのはちょっと際どいです。来ました、いただきます。なんかねるねるねるねの緑のやつの味がしますね。なんせメロンも入っていません。こんな感じこんな感じの色してます。ちょっと緑かな、薄い緑の色してます。ちょっと結構甘いですね。夏にピクニックとか行ってチューってやりたくなる味がしますね。でもやっぱりねるねるねるねしか私は思えない。じゃあ止めておけるからいいんでしょうね、これってね。お疲れ様でした。今日はクリッシュ飲むアイスのメロンソーダフロートをご紹介しました。ぜひピクニックとかのお供に連れてってあげてください。それでは。